愛別クッキング。あ、皆さんこんにちは。愛別クッキングのお時間がやってまいりました。愛別町協力隊の蔵前匠です。で、本日ですね、あのラブリーちゃんがちょっといないということで、愛ちゃんマンの方に来てもらいました。ラブリーちゃん、どこ行ったの？では本日ですね、ビーツと愛別産のキノコを使った2色グラタンを作っていこうと思います。で、材料紹介ですが、まずはビーツ、こちら愛別産で作ったビーツを使っていきます。はい、して愛別産の椎茸と舞茸です。で、あとはチーズ 100g、 玉ねぎが3分の1カットと、バター 5g と、鶏肉が 75g、 マカロニが 50g、 あと牛乳が400と、塩小さじ2分の1と、小麦粉が大さじ2です。はい、ではグラタン作っていきたいと思います。じゃあ、あいちゃん、まあ今から包丁使うんでちょっと危険な匂いがするから待っててもらっていい？じゃあまずですね、キノコ切っていきたいと思います。玉ねぎも切ります。こんな感じに切ります。はい、マカロニを茹でます。はい、野菜、鶏肉、もろもろカット終わったので、ホワイトソースを作っていこうと思います。愛ちゃん、まあ、もうちょっと座って待っててね。
三分の一を加えます。はい、下を白にします。こうお皿の兼ね合いがマジで難しい。チーズをまんべんなくかけていきます。さあ、完成に近づいてきました。あとはオーブンで仕上げます。トゥ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 ルルトゥルルトゥルルトゥトゥルトゥルルルトゥルルルトゥルルルルルル。めっちゃいいやん。完成です。それでは今回の愛別クッキングはいかがだったでしょうか。また美味しい料理を紹介していきたいと思います。今後もよろしくお願いいたします。バイバイ。